ソロクじゃないんですよ。お下げってわけでもないんですけどね。こんばんは。こんばんは。ありがとうございました。お話がめちゃめちゃね、あっという間すぎて楽しかったですね。今日も今日とて楽しい時間をありがとうございました。体操服は私お話し会でしか着ないので、また機会があれば。一つ二つ三つ様ありがとうございます。くまかわいい、ありがとう。こんばんは。三つ編みですね。ね、もう運動できなさそうってめちゃめちゃ言われました。ゆうさんもありがとうございます。エビフリア、なんかありませんでした、国語の授業で。エンビフライか。なんかありませんでした、そんな。日高浩二さんありがとうございます。そう、明日は、明日もお話があるのでお待ちしてます。お疲れ様です。ゆずきさん、てりやさんありがとうございます。めちゃめちゃなんか動いてる。オンラインでもお話ししてみたけど、5月20日撮ってみました。ありがとうございます。嬉しい。こんばんは。え、あったよね、あのお父さんがなんか東京に出稼ぎに行ってお土産に買ってきてくるみたいな。お話しか入ってなかったけど、体操服可愛かった。やった、ありがとう。そう、あったよね。ゆりこじさんありがとうございます。朝一よろしくお願いします。こんばんは。そう、え、あったと思うんよ、そういう国語の国語のね授業。何やったっけ、テーマ、テーマじゃない、タイトル忘れちゃった。こんばんは。え、なかった、どんな話やったかちょっと忘れちゃったけど。あったき、あったと思うんけどな。こんばんは。まあいいや、フォローしました。ありがとうございます。おすげ行ったら池ほどお湯、池ほどな、一人しかおらんからちょっとそれは難しいよな。もんみあげってやつや。なるほどね。おお、ありがとう。え、もんみあげか。そう、エーミールもあったね。もんみあげか。先生さんもありがとうございます。そう、こんばんは。なるほどね、もんみあげか。すっきりした、すっきりした。16日公演だったよ、おめでとう。ぜひお会いしましょう。ひろみこさんありがとうございます。ジャンヌリと公演かぶり困ります。公演、そうね、でも深夜1時にリピート放送もあるので、それは聞けるかなと思う。よければそちらでお聞きください。にゃんたさんありがとうございます。次のチャレンジはリサヒーですね。リサヒーとの、そうだ、リサヒーとのチャレンジをめちゃめちゃ楽しかったので、ぜひ聞いてほしいですね。自分があのね、自分が一体何をね、ちょっと初めて言うかもしれないことはあるので、よければ聞いてみてください。ごきげんよう。リサヒー会楽しい、そう、楽しかったで、楽しかったですね、めちゃめちゃ。
めっちゃスイーツね。でも今いろいろコンビニとかいっぱいあるから見てるんですけど、めっちゃスイーツ。こんばんは。じゃあねり、毎回収録楽しくね、毎回収録できててありがたいです。同期だと話しやすい。同期だとまあまあそれは話しやすいんですけど、私でも先輩とも全然喋りやすいというか、なんて言うんですかね、先輩とのジャンネリはなんか先輩の偉大さをめちゃめちゃ感じます。なんかすごいなと思って、なんか慣れてるっていうのもあるんですけど、先輩方は。でもめちゃめちゃ先輩方のジャンネリもすごいやりやすくて、なんて言うんですかね、めちゃめちゃでも喋りやすいです。なんか逆にリードされてる。逆にリードされてます。毎回助けられてます本当に。ジュッティさんの会話をめっちゃ笑いました。本当に四六時中笑いすぎてちょっとやばかったんで、よかったらまたそれも聞いてみてください。今月中に多分あると思うので。旧規制とどんな感じになるの、それはもう聞いてみていただいてどんな感じになるか。あんまりね、でもそんな関わる機会がないから新鮮よね。ほんまに面白い。そう、ほのぼのしてるねって言ってくださるんですけど、なんかなんて言うんですかね、いい部分でもあるし悪い部分でもあるかなと思うので、もうちょっとねちゃんと話せるようになりたいですね。ラジオ聞かない人やったけどジャンネリいつも楽しく聞いてる、ありがとうございます、嬉しい。ラジオね、そう、実はジャンネリ始まってからいろんな芸人さんのラジオ聞くようになって、毎日ね移動時間聞いてて、ラジオって面白いなってちょっと最近気づきました。芸人を目指してるわけじゃないですよ。意外とドジな一面がほのちゃんのギャップで、意外となんですかね、バリッバリドジですよ、びっくりするぐらいドジ。今日も帰る時に柱と机があって、その間に荷物と自分が挟まってドンってなって、ちょっとあ恥ずかしいなと思ったら、ちょうど後ろにはるかさんがいて「大丈夫?」って言われちゃいました。ちょっと恥ずかしかったです。全然大丈夫でした。そう、ちょっと恥ずかしかったね。ラジオね、そういろんな先輩ともお話できるからすごい楽しいです。そう、冷静に言われた。大丈夫って。すいません、全然大丈夫、逆にごめんなさい、このとこで挟まってって思いましたね。あんなに恥ずかしかった。いや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 、こんばんは。ねえ、いつも通りやね。あと何があったかね。ゆうさんありがとうございます。あとは何があったっけね、この期間いつしたっけ。いや最近してん、あれ昨日したよね、ショールーム。あれいつしたっけと思った。あれ昨日したよね。そう、昨日したわ。うん、した、忘れてた。先生さんありがとうございます。あとした、してた、公演前に。え、普通にしてた。やば、ちょっと怖い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 。誰に伝えたんや、集合場所間違えてた話、爆笑してたって。
私は誰に笑われてたんだろう。したわ、ごめん今思い出した、あそうでかい水筒見せた、お披露目した。あそう、あのコナンとルームスで配信しようかなと思って、16日の B2 公演当たったよ、おめでとう、ぜひお待ちしてます。あんてのサクちゃんに伝えたんか、おーね、サクちゃんやったら笑って笑われても全然いいです。迷子なってた、そう、今どこにいるって言って、あいやルカルカ見えるって電話越しに伝えてた、懐かしい、はい、それ新大阪じゃなくて大阪やってね言われて急いで気づきましたね、もう大変でした。あ昨日公園行った、ありがとうございます。ぜひね、昨日もめちゃめちゃ楽しかったので、またね監修もあるし今後もねあるので、また来てくださったら嬉しいです。私うちるでもありますね、なんかでも一回ラジオでなぎちるになるみたいな話にもなってたんですよ、なぎちるになるのは吉野美咲さんの許可がいるらしいので、まあ、あのその話してなかったなって今思い出した、ペンライト多くてめちゃめちゃ嬉しかったです、ありがとうございました、本当に昨日の公演も。煙さんもありがとうございます、今日アーカイブ見るね、お待ちしてます。そう、なぎちる一つ二つ三つさんもありがとうございます、たどらくでなぎささんにめっちゃダッシュでびっくりした、あれ移動がねちょっと A グループ、自分たち同じグループだったんですけど、自分となぎささんとか同じグループだったんですけど、3階席の移動のタイミングがね難しくて、だから気づいたら移動になることが多かったんで、おみんなはっなって急いでいることが多かったですね。他に話なんですけど、女性枠でほのちゃんの笑顔にやりました、やったー、岡野さんと同時に良ければ今後押してくださると嬉しいです。ひよりさん、まさやさんありがとうございます。あきちるにはならんね。頭がなっちゃった。どういうこと、りさちゃんがぼっちの回作るってでしょ、ぼっちですよ。ある意味なんかぼっち、どういうぼっちか分からんけど、私もぼっち属性やから全然、でもあそういうことか、貝作ったらぼっちじゃなくなるってことか。先生さんありがとうございます。ねえ、なんちゃった、ちょっと恥ずかしい。うんだね、明日、あとはね明日もお話しかあるし、明日はカレーシャツ貼ってた日ですね。明日も1から3部まで、明日も1から3部当てる、明日の何部から何部。え、勝手に1から3部やと思ってたんですけど、合ってます、ちょっと合ってます。デリアさんありがとうございます。エレッタさんありがとうございます。え、2部と3部やっけ、合ってる、あ、よかった、よかったよかった。え、これでさ H から3部ですとか言ってさ、明日間違えて時間、間違えた時間で行ったらちょっと焦りますね。よかった、1から3部みたいなので皆さん早起きだと思うんですけど、私も早起き頑張るので一緒に起きましょう。一緒に起きて頑張っていきましょう、お願いします。いいかさんもありがとうございます。そう、あの思い込み、私思い込み最近ひどくて、え違いましたっけみたいな、めちゃめちゃ聞いて違うよって
なることが多いのでね、怖くて。私はあの一番怖かったのが、あの昨日もあの公演前に衣装チェックするんですよ。足りてるかなみたいな、全部着てるかなみたいなとか全部チェックするんですよ。それ2回ぐらいするんですね毎回。なのに昨日集合写真撮る前にこの手首にオープニング衣装つけてること多いんですけど、飾りを。で2回チェックした後で、あもう全部もう完璧とか思って行ったら、なんか足りてないなと思って、でみよっちかな、手首ついてないよって言われて、それで気づくっていう。ほんまにびっくりした。なんかえっと思って、えやばいってなって、めっちゃ急いで取りに行ったんですけど、そういうね、なんかびっくりするんですよ。もうだからダメだなって最近思ってる、注意力に欠けてます。うん、そう、ほんまに。なのでね、ちょっと注意力がないんで、もうもっとちょっと頑張って注意力をダブルチェックしたのにあの気づかなかったっていう、ほんとにダメですね。なのでね、ちょっと最近抜けてるんですけど、まあ寝れば治るかなと信じて今日はゆっくり寝ようかなと思います。次からほんまに30チェックじゃないとダメかもしれない。やばいですね、もうそうなったらそう、昨日の話、昨日こうやったっていうさ、記憶もなちょっと飛んでいきそうでちょっと怖いよく寝ます。そうなんですよ、おちょこちょいなんですよね。ちょっとさゆさんありがとうございます。でね、ちょっとこの後ルームスで配信しようかなと思うんですけれども、声どうしたって思った。そう、誰かに見てもらわんとあかんかもしれん。しんのすけさんもけいじょさんもありがとうございます。とじっこ特製もしもしやんかんやありがとうひなかこうじさんもありがとうございます。てつやまいろうさんもありがとうございます。やっほー、昨日の公演はいつも以上にやった、ありがとう。じゃあね、ちょっとこの後あのルームスの方でもちょっと配信しようと思ってるのでよければ、そちらにも来てくださると嬉しいですね。ちょっとご相談、昨日言ってたご相談内容ちょっとありますのでよろしくお願いしますランキング読みますね。あ、変わった、ちょうど変わってしまった。13位ふうくろさん、ありがとうございます。12位せいきさん、ありがとうございます。11位けいじゅさん、ありがとうございます。10位にっかさん、ありがとうございます。9位みずきあとキングスさん、ありがとうございます。8位ゆうさん、ありがとうございます。7位しんのすけさん、ありがとうございます。6位にゃんたさん、ありがとうございます。5位ひろみこさん、ありがとうございます。4位ひとつふたつみつさん、ありがとうございます。3位けむりさん、ありがとうございます。2位先生さん、ありがとうございます。1位ゆりこじさん、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、何グラはまた別でしますまたね、何グラは別でしようかなと思ってるんでそのうち今週中にします。ではまたルームスでお会いしましょう。ありがとうございました。ではめっちゃちょっとしかしてない、申し訳ない。じゃあまた後で。ありがとうございました。